これ刺したらいきなり出るのですか？出ない。よろしくお願いします。今日はマルチサイト、昨日はもともとドットコムの、開発でやれしてるということなんで、ブログポータル一番向いてるよということと、いろいろやれると面白いんじゃないかなと思って、そういう話をしたいと思います。自己紹介、西川慎一です。Twitter、は慎一 N でやってます。あとブログも書いてます。あとですね、このコログっていう、プロジェクトをやってまして、こういう子育て中のパパやママが、マルチサイトでできているそのブログを1個自分で簡易登録して開設して、パスワード制なのでそれをおじいちゃんおばあちゃんたちに、ブログをアップすることでその子供写真を見せることができるですとか、あと身長体重グラフとかそういうものもできるというものです。で、普段はウェブサイトのディレクションとか制作をしています。で、マルチサイトの機能についてはコログでももちろん使ってますし、最近はちょっと企業サイトとかでも、利用しています。で、コログの紹介ちょっと今回コログで工夫したところとかをシェアする感じになると思うので、どういうものかなんですけど、子育て家族のためのクローズドブログ兼家族だけで使っているこの SNS っていうか、オンライン上に家族だけの場所を作るみたいなことになっています。で、今後はオンライン母子手帳みたいな感じで、発展させていければなと思います。で、マルチサイト機能できていて、サブディレクトリー型になっています。で、これ理由はなんとかなんとか .blog.jp っていうのをなんか別の子育てサービス、なんか例えばマーケット .com とか、なんかシェア .com とかそういうのでやろうかなと思ったので、こういう形。で、ここからその皆さんがもしマルチサイト機能を使って何かやるとしたらどういうことができるかなというのを考えてみたので、もしブログみたいにクローズドな場合には、結婚式のブログとかで、期間すごい短いですけど、なんか新郎新婦がみんなにもうウェブだけでやると、でそれがクローズドになっているので写真とかアップできるよとか、ですね、あと保育園の先生がアップしてそれをお子さんお母さんたちが見るみたいな。で、これは保育園の先生とか営業に行ってちょっと有料で使ってもらうみたいなことを言ってるのか。で、オープンな地域サイト、地域のお店にブログを提供して住民に役に立つブログポータルでそこに広告が載ってますよみたいなことはできるんじゃないかなと思います。で、あと趣味でつながるみたいなこともできると思います。で、ちょっと事例で面白いのがあるので、エデューブログっていうんですけど、ちゃんと見れるか、こういうトップページでですね、どういうことかというと、その教育関係者が使うものなんですけど、例えば大学のゼミの先生が1個ブログを開設して、そこに、そのゼミ生たちが参加する授業とかあるんですけど、でそうするとその人たちが何ができるかというと、10個ここに機能が上がってたので、これを全部、上から見るとアイデアになるかなと思って、教材とかをシェアしたり、オンラインディスカッションができたり、なんかいろいろなんかブログが書けるようにもできるみたいな話なのかな。で、あとお知らせが出せたり、これブログ書けるって話です。で、あと、時間割というか、シラバスとか、あとビデオとかポッドキャストを配信できたりとか。で、でこの8番はですね、例えばこれトップページ見ると、地域とか大学とか学校単位でそのなんかブログたちをグルーピングする、ブログがほぼほぼできてるんだけど、それをグルーピングすることができるようである。で、あとはみんなでなんかフィードバックを集めたり、あと普通にサイトも1個作れるよみたいなことになってるらしいです。で、これまだ日本ないので、なんか真似っこしてやるか、それでやると結構いいんじゃないかなと思います。で、これ別に学校に営業とかになっても、先生たちに何とかしてお知らせすれば、ちょっとやってみようかなっていうことでできるんじゃないかなと思います。はい、工夫したところ、とはいえもう時間があれなって、30秒。
管理画面はこんな感じになってます。で、ここに、これこういう感じの、すみません、この画像で見てください。こんな感じに、ワードプレスのあれをしています。で、かわいいアドミン、このコログを作ってた過程で、こういう管理画面にしたいなと思ったので、かわいいアドミンっていうプラグインになってるので、それをちょっと使ってみてください。であと、日本語が、例えば、そのままだと、投稿かなんですよ。で、ここ、プラグインやろうかなと思ったんですけど、僕はMO ファイルっていうか、翻訳ファイルをそのまま書き換えちゃうっていうのをやっちゃいました。じゃ超早くやります。で、あとは、要素を減らす。いらないボタンとかいっぱいあるんで、それは全部なし。で、あと色を変えるっていうのをやりました。で、この辺はですね、ログインしてる人と、ログインしてない人に対して、別々の表示を出すっていうことが必要ですね。で、そういうのは、isUserLoggedIn っていう、条件分岐があるんですよっていう、まあ、ここもちょっとデモしたかったんですけど、で、あとですね、ちょっとブログのポータルサイトとして、使いづらかったところというのがありました。で、親サイト、colog.jp のトップページに、すでにブログを持っている人が来て、で、そこにログインボタンがあって、ログインしようとすると、その親サイトの管理画面に入ろうとして、いけませんでしたと。ところであなたのアカウントはこちらですみたいなことになるんですよ。で、それが嫌なので、それをその転送するプラグインというのを作って、そこに臨界の後で公開してます。で、コブログでもう一個が、ですね、ワードプレスの親サイトがあって、子サイトが並んでいて、で、子サイトを見た人で、公開になっている記事とか、なんかブログにはあるんですけど、お客さんの記事で。で、この人 のブログをもっと読みたいなと思った人が、どうぞ、はい、こういうことになってます。で、会員登録とかも大変でした。あと、子ブログのデフォルト設定、デフォルト、ここも見てあげて、見てください。だいたい機能がないっていうので苦労しました。で、おすすめのプラグインが、メルマガとかと連結させると結構あれいいんじゃないかなと思って、いうのと、あとスパムを防ぐのと、マネタイズのサイトマップ生成ができます。で、マネタイズは多分広告と容量制限かけたりだとか、プレミアム機能とか、あと物販と、あとサービス自体売却するみたいなことがあるんじゃないかなと思います。ありがとうございました。